どうもエルザです。それではバイオハザード RE3 やっていきたいと思います。ちょっと2って言いそうになった。ではここって研究成果を見に来ただけってことかな。いや、グレランか。これを取りに来たってだけか。まあでもこれで、楽できることを祈って。ってことはさ、こっち側出てくるってことだよね。なんかもうすでにちょっと声っぽいの聞こえるもんな。待機してますね。待機してらっしゃいましたね。どう？おお。よしよし。うまいこと燃えたね。いやー、やったなー、この右。べっちょべちょ。おー、よかったよかった。水道局員の初期、まだだ。今度はケインが奴にやられた。あー、やっぱりね。消えたビルも奴にやられたと決まってると。ビルか、デッドバイデイライトやね。クソ垂れて。あー、でここで力尽きたと。あ、ない、仕方ね。ガンパウダーか。ガンパウダー、ガンパウ、組み合わせようがないんで。こうだね。はーい、こんばんは。金曜ホラーですね。あー、切ったねー。そうだよ。わざわざ、やばい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 、いやー、びっくりした。よし、いや、マジで、キックがったら蹴りたいところだもん。あで、ちょっと楽したいからショットガン使ったけど。お、勝利。ちなみに。ああ、勝利なんか。よし。おお、なんか来たね。何もないか。あ、バッテリーパック2つか。強化、組み合わせてショットガンにして。アイテムが大量にある。まあガンパウダー出てくるよね。これさ、絶対アイテム足りない、足りないというか無理だよね。そしたら、しゃあないか。捨てないといけなくなるんだよな。よし、あまりにもちょっともったいないんで直してこよう。そうしよう。ちょっとね、さすがに
もったいなさすぎるかな、いくらなんでも。ね、どうせ、ね、あれだよ。どうせアイテム取った瞬間また配置が変わるんやから。という予想をしつつ。だからここで一回アイテム整理できるようになってたんだね。なるほどね。こうでいいか。ま、いっぱいいっぱいなるけど。いや。一旦こうだね。で、グレラーを使おう。ちょっと作るの大変だけどね、弾ね。いやーね、ほんとね、気持ち悪いし、なんだこいつってなると思う。あ、逆だ。普通に考えてさ、まあ、今見に来たタイミングの人は、なおさらね。いやーでも、研究者にとっては可愛いらしいよ。文章を見る限りはね。こいつが頂点に立つんだみたいなこと書いてたけどさ、やめてくれって思うもんね。いやーもう処分するのこっちだからね。ね、戻って組み合わせができればだね。よし、これで OK。よしよしよし。大丈夫そうかな。やっぱ来たー。おいおい、読みが当たったね。燃えろ燃えろ。ふいふい。よし、オッケー。できるだけショットガンはね、強いというか動きが速いやつに使いたいんで。にゃー、きったねー。い、燃えるか、やっぱ燃えるのか。まあ倒せるんだけどね。ああ、一旦ショットガン直しててよかったね。バッテリーを使うと。ん？あ、回収はできないのか。まだ出てくるの？意外と口開けてくれなかったね。まだ？よし。これは関係なし。これ指通らんか。よし。で、回収。グレネードの弾が足りないね。回収できるかな。こっち側は？ああ、ショートカットができるのか。で、ぐるっと回れるわけだね。これは今開けた。じゃあこっちは？お、ああ、来たね。バック。サイドバック、結構回収のスピード早いね。さあ、ガンパウダーだけだね。ってことはさらに出てくるってことか。
回収。で、戻りますか。下が通れるね。でも、下に行く前に、絶対先進むもんな、どう見ても。一回アイテム整理して、そういな、弾作っときたいね。弾作って、また、強敵に備える感じにしようかな。預けて。炸裂じゃないんだよね。どうだろう、ショットガンやっぱいるかな。なんか抜けていきそうな感じがするんだよね。あ、でも、持っていくか。あ、違う違う、それは預けたらダメ。よし、セーブしよう。さあ、セーブも10回目。セーブも10回目ということで。ちなみに回復は、まあ、救急があるから大丈夫だね。よし、行こう。次、何が出てくるかな。まあ、全部リロードはしてるから、そんなに気にしなくていいと思うんだけど。いや、下か。はい。じゃ、これで、使うことはもうないかな、ここはね。さすがに出てこなさそうだね。カルロス、聞こえる？ジル、やっと繋がった。大丈夫か？なんとか生きてる。奴は巻いた。よし、地下鉄は準備 OK。君が戻り次第出発だ。おお、マジで？やっぱそんなうまくいきませんよね。なんかやばそうなの持ってますね。よし、さあ閉じるの間に合う？やばい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 。よし、次。とりあえず上かな。する知能があるの。さあ、普通にセーフルーム。気になったから入ってみたけど、ほうほう、どういうことだ。そしたら、ふん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 、炸裂弾強いのかな。とりあえず、そしてセーブ。そんなにそんなに進んだ感はないけど、とりあえずハンドガンでいこうかな。身軽にしとこう。よし、ない。これ上にそのまま直行してたらだいぶ戻らないといけなかったね。ああ、間に合ってないですな。まあいいや。すげえな、タイミング。さすがにいけない。上か。早く上へ逃げないと。お、ホールド。さあ、倒して。
燃えてるねー。あったあった、階段階段、やべ、ちょっと来るのは早くない？足速い。おお、そういうことか。そういうことか、だから速いのか、登ってくるの。おお、ジャンプ。いや、これやば、上がったら上がったでやばくない？さあ早く上、上、さあさらに、やばいやばい、まあ、さ、もうめっちゃ燃えてるね。おいっと、やば、いやー超熱そう。いやー、火炎放射器だったね、さっきのね。で、この休憩場よね。ってことはそういうことだね。あー、なるほど。そうですか。預けて。念のため。作っておこう。ねえ、でー。で、ちょっと確認したいのがあって、ん？解体工事、ね、発電機、うん、電気工具と、これさ、まあ、しょういたね。よし、いきますか。あー、やっぱボス戦っぽいっすね。さあやってまいりました。もう戻れない。おお、やばい、回復アイテムが。あー、無言兵を狙えば。どきます？あちゃ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 あ。おお。どう動いてらっしゃいます？意外とね。お、違う。いやー、意外と。怖い怖い怖い。いやー、まだもうちょい、もうちょいで爆発しそうだけど、爆発した。もう燃やせ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 。マジで、しかも避けたね。ウィー、こい、あ、あ、俺も。マジか、避けるか。よし、よし、倒した。いや、これはもう飛ぶしかないよね。いや、この高さは、うわー、痛いなー。あ、いやー、てか、あれで倒せたのかな。
ユレラあんだけ打ち込んでもだったしな。で普通に平然に戻るっていうね。まあゲームあるあるだね。意外と回復は大丈夫だったね。カルロス、こちらジル、聞こえる？はっきり聞こえる。そっちは無事か？ええ、奴を倒した。よし、よくやった。でも無茶しすぎだ。おとりになるなんて自殺行為だ。説教はやめて。ああするしかなかったの。そうだな。それとありがとう。もう地下鉄が出る。急いで戻れ。地下鉄ね。これは？あ、登れたね。いやー、倒せてないでしょ。めっちゃうろちょろしてるな。お、剣道だ。ショップ剣道。あ、ネアンザス、あそこ地下だ。RE2 の時だね。嫌な予感がします。どう？とりあえずショップさんのところ行こう。ん？あー無理。あーじゃあ仕方ない。とりあえず行こう。速攻でアイテム取るっていうね。おおおおお、なんでこんなに手に入る？嫌な予感がするな。あ、セミオートバレル。ってことは、これは、ショットガンだね。そうそう、この形、この形。6発入るようになったと。で、すでにアイテムいっぱい。とりあえず、このまま。動くな！おっと、ジルか。ケンド、無事では。あ、無事ってわけでもないが。知り合いになったんだね。脅かしてすまなかった。何が来るかわからなくて。無理もない。それより、地下鉄で脱出しようとしてるの。来る。地下鉄？そうか。明暗だな。これからすべきことが山ほどある。あなたのスキルが役に立つ。どうしたの？何でもない。ただタイミングが悪くて。ああいや、俺は大丈夫だ。他の手を打つから。平気よね。最高のガンスミスだもん。いや。でも無茶はしないで。無茶をするのは君の仕事だ。気をつけてな。あーってこと、時系列的に。おい、もし駅に行くんだったら店のすぐ外の通用路を通って行け。いいな。おい、そうか、時系列はそういう風になってるのか。じゃあまだ合ってないんだね。いやーってことは今この時に感染してたんだね、子供はね。さあセーブしておいて。いやーでも確かに身体能力はバカみたいに高いよね。で鍵ゲット。だからここを通っていったわけだもんね、前回はね。大丈夫だからな、心配ない。いいのだ。もう感染してたんだね。そっか。じゃあ隣を開けて、隣を開けてっていう時絶対なんか出てくるんだろうな。ちなみにな、あー、
ハンドガンの弾10発があったんだね。こっち行けるけど、行けるけどだよね。行ってみるか。銃があるのは助かるしね。いや、多分行き止まりか。前作だったら、この角にハーブがあったんだけど、さすがにないと。あ、でも。おお、強化丸薬。戻るしかないね。車いか。そういうことね。じゃあこれで回収終了。もう一回ちょっとアイテム整理だけして、弾補充していくかな、ハンドガンをね。レッドハーブがある。ってことは、嫌な予感するな。準備だけちょっとちゃんとしたい。で、救急持って、どうせこれはすぐ使わなくなるだろうから。で、ちょっと回収めんどくさいんで。なんだろうね、序盤のその盛り上がりがすごすぎて、この落ち着きがなんか嫌だね。で、お払い箱と。だからショットガンの強化があったわけか。なるほどね。さあ、普通の、お？まさか？あんたね。ハロー、ミスター。え？シェリルか。シェリルって聞くと、あれなんだよな。ああ、いったんねー。よし。そこは角はなし、何もないね。よしよし。ラクーンタイムズ、トイアンクルだ。親の財布的なようだ。人形の首がもし上から転がり落ちてきたら、子供たちを巻き込んだ大惨事になると。あー、なんか上にでっかい顔のやつあったね、さっきのね。さあ、開けて。で、これでとりあえず開いて、一つだけちょっと余分だな。とりあえずショットガンだね。静かすぎるぞ。え？ちょっと待って、マジで。嘘でしょ。冗談でしょ。ちょっと待った。マジでマジで。後ろからか。無視してガンガン進む方がいいね。いや、難易度は下げない。いやー。
意外とあれだな、なかなかやね。赤くなってって感じか。やっぱ赤くなってからだね。てか、全然あれだね。見た目は何も変化なかったね。ってことは？ああ、やっぱそういう感じね。ぐひ。頭じゃないとダメか。そっか、もう一回するのか。うん、で、また同じことをすると。とりあえずショットガンだね。よし。オートセーブもされない。はあ。さあ、来た。巻き方かっけえな。ヘッドランチャー、冗談でしょ？3回だね。よく蹴れたけど、なぜかよく蹴れたけど、よけた。捨ててないみたいだね。おお、こっちではなかった。合ってたね。さあ、さらに逃げる感じかな。あ、あの頭は。使っておこう。あら、回復したけど、ダメージ食らってる演出か。さて、どう来るかな、次は。駅の近くまで来てくれ。だけど奴もついてくる。大丈夫だ、俺を信じろ。まあそこまで言うなら。2つはいらんな。うわー、だいぶ燃えてる。まあでも考えて。まさか。いや、マジで。めちゃくちゃね。やばい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 。滑ってくー。よし。後ろ切ってる。抜けて、おお、いた。道は合ってたみたいだね。やばい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 。三連はなかなかやね。おお、C4 か。大丈夫。行け。早く。
おお、そういうことね。いや、考えたね。行こう、逃げるぞ。ガスボンベか。さあ、ホームへ向かうと。まあ、ただね、あれだけしぶとかったら、まだまだだろうね。カルロス、最初はひどいことも言ったけど、助けてくれてありがとう。いや、借りを返しただけだ。君は俺より勇敢だ。とにかくこれで、みんな町から脱出できるのね。ああ、君はもう大丈夫だ。さ、開けて。何があるかな、ショットガン。助かる。なんかもう戻ってこなさそうな雰囲気が。まあ、そんなことはないだろう。預けて、預けて。預けとこう。醤油は一時使わないだろう。よし。さあ、カルロスと合流だね。あ、これで無事出れるのかってとこだよね。地下鉄には乗らないんだ。どうして？新たな任務だな。ほう。町を救うためなら何だってやるさ。新たな任務か。じゃ、これでってことかな。あ、一人増えてる。お手柄だな。噂通りだ。よくやってくれた。中へ入れ。すぐに出発するぞ。カルロス、タイレン、お前たちの次の任務は外に戻ってナサニエルバードを探すことだ。これが最終列車じゃないわね。心配するな。市民の無事が確認できたら列車を戻す。先に行っててくれ。俺は死なない。俺のいない世界なんて寂しすぎるだろう。はいはい。バードは重要な研究者だ。彼のワクチンが町を救う鍵になる。研究者か。大事なのは自分の命だけだ。頼んだぞ。よし、行こう。地下鉄車両ないと。バードみたいな研究バカがまだ生きてると思ってるわけじゃない。情報が正しければ生きている。どうした？チームメイトのことが心配か？もっと気になることでも？思考能力のないゾンビが舞台に奇襲をかけるとは実に奇妙だ。ゲートに鍵がかかっていたのもな。違うか？今の何？ちょっと待った、あいつなんで逃げた？ちょっと、なんでこいつまだ生きてるの？いや、よせ、もう助からん。来い、こっちだ。ニコライ、何のつもり？奴の狙いは俺じゃ。ニコライ！ニコライか、裏切りは。あー、ビルジー。俺の列車から降りろ、このクソ野郎め。はあ、なんかちょこちょこあれだなと思ったら、ニコライ敵か。まあでもさすがにどうだろう、ジル助かったかな。
お、楽園警察署、西門。今頃地下鉄は町から遠く離れているはずだ。あのセクシーな連れも。彼女はそういうんじゃない。素晴らしい警官だ。よし。おお、マジで。カルロス動かせるの。ここが。どう見ても墓場だがな。ちなみに、あ、めっちゃいろいろ持ってる。コンバットナイフにハンドガン、アサルトライフル。5.5、ああ、弾はやっぱちっちゃいのか。200発あるの。200発あるってことはそれだけ消費激しいってことだよね。ここに来るんだ。やめろ。タイレル。マジかよブラッド。お前まで。マジかブラッド。許してくれ。マービーじゃん。そういう感じだったのか。鍵をかけやがった。なんとかして開けろ。こいつは俺が勝たせる。マジか。おい、やる気か。全然ダメージ入らないよね。ID カード。はあ、じゃあマービーが噛まれてたのは同僚にってことか。役に立ちそうだな。ここで話がくっつくか。となるとレオンたちが来る前の話なんだね。お、開いたっぽいね。あの警官はどこだ。さあな、それより任務が先だ。情報が確かならバード博士はスターズオフィスにいる。ひっ捕まえてさっさと戻ろう。お、画面ハッキングしてる。救助するんじゃないのか。まあさすがに何もないわな。これ見てみろ。ん？オフィスの場所が分かった。ここだ。いいか、バードはアンブレラ社の機密を握ってる。本人もただじゃ済まないと分かってるはずだ。スターズオフィス。なるほどな。だから救助じゃなくてひっ捕まえるか。嫌な任務だな。まあね。シャッターを開ける。そこから行け。シャッターを開ける。警察署の現状を調べてくれ。ああ、何か分かったら呼ぶ。おい、気をつけろよ。ああ。どっちのシャッター？そこか。いやー、あそこ全然いい思い出ないんだけど、もしかしてリッカー出るのかな。てかさ、多分まだ今の状況としてはゾンビもそんなに出てない感じだよね、署内ね。ってことはやったら RE2 で死体が落ちてたのはカルロスたちが先に来てたからっていう設定なのかな。はあ、まあまあちょっと次回はちょっとこの続きやっていきましょうか。ということで、今回はここまでとなります。まあライブの方もここまでですね。まあ3話目ということで、まさかカルロスを動かすことになるとはっていうところと、まあジル無事だろうなと思いつつ、まあ安否がまだ分かってないんで、まあ次回楽しみにしたいなと思います。ということで、ここまでにご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃあまただ。